枠、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 枠型ね、俺はレバー食べないんだけどさ、うん、うちの嫁レバー食べるからさ。あ、そうなの。うん、えちゃん、子供さんは？子供はいないよ。いないの？子供はこの犬一匹だよ。犬一匹。あらあら、ワンコちゃんがいたんだ。うん、そう。これがいるから外入れないよね。これももう去年一昨年心臓の手術してからもう全然どこも行かないんだよ。どうしたんですか？心臓はね、あの心不全と詰まりとダブルで。じゃあ、ステントとかなんか入れたの？うん、うん、私も入れたよね。やばかったんだけど。何本入れたの？あれまだ1本だったけど。あ、そう、うん、よく生きてたねって言われたの。なんかラップかなんかあったらこう横に寄ってていいよ。中央病院で何年も調べたんだけどさ、全くほら数値が出ないからってずっと言われて。だって私もそうだもん。私雪の降る日にちょっとね心不全があったの、心脈もあったの。だけどまあ気をつけなさいって言われて。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。その前に大動脈も持ってたから、先生そこって聞いてくれたのね。そう。じゃあ雪が降る時になると階段も上がれなかったの。そう、だって俺だってこの年なのにさ、うん、こいつを抱っこするだけでももう歩くの疲れてくるわけよ、うん、だからもう全然だなと思ったんだけど、だけど自転車こげってこぐんだけどさ、いや数値は上がりませんから大丈夫ですよって言うんだけど、いやそう言われてもねってさ、うん、それからほらもうこれでちょっと違うと思って、うん、ですぐマリアナに行ったの、うん、そしたらもうあのステント入れないと詰まってます冠動脈がね、うん、で日本に出て、うん、俺は不整脈バクバクが来て、うん、そうするとその後詰まって意識がもう飛んじゃうんだよね、うん、一瞬ね、うん、で夜中はもう、うん、心臓が痛くて起きるたびに痛くて、うんうん、死にそうになったの。心不全も起きたんだね、うん、だからちょっとやばいって思ったんだけどさ、うん、数字が出ないって言われるとね。そうだね、そう前に帰ればよかったの。だからそれで千丸に一回変えたら、うん、たまたまあれつけた時にホルダーつけた時に、うん、数値がその南口のバス停のところでさ、うん、朝バクバクになってさ、うん、その数値見たら即手術って言われたんだけど、やっぱり痛い痛いって言ったから、うん、それも調べようって言って造影剤入れたら、うん、いやこれもう来週手術しようっていう話になって、うん、そんなんですかって、いやよく生きてたよこれでって言われた、うんうんうん、夜はね帰ることですよ、うん、そういうの分かんない時は、うん、やっぱりそうなんだよね。でもそれも先生知ってるからもう、うん、あの何でも言えるけどね。そうほら、そういうのだったら隠すからね、他の病院はね。そうだね、うん、だから怪しいと思ったらもう帰ることできない。マリアナはね、それを証明してます。俺なんかだって
安藤政権の紹介状で行ったんだよ。あ、安藤さんは生まれながら。そうそう、あの娘がさ、そう、それ心臓止まったら死ぬからねとか言ってさ、私書いてあげるからって。マサヨ先生ね、私はマサヨ先生外科科にずっともう長いかな、うん、あのご主人もマリアンナ、そうそうそう、うん、全部マリアンナだから、来てる先生もマリアンナな、うん、マリアンナがいいか悪いかわからないけどね、でもあの病院を変えるのはいいこと、うん、納得できるからね。待つのは大変だけどね。そう。飲んでないんだ。うちではちょこっと飲むけどね。ほぐしてってもらおうかな。で、病室は変わってないの？うん、あそこのまんま、もう長いね。そうだって、もうお客さんがついてるから変えるわけなかないわな。そうそう、あとはもう建物の建て替えでね、うん、出てってくれって言われるかどうかの、古い建物だから。待って、ドクターたちが何でも私なんか自分で切っちゃう。いや、そんなもんよ。で、2200円ね。はい、はい、じゃあこれ、はい、なんか飲んで、はい、いらないよ。いらない。ごめんね、手帳です。うん、よかったね。よいしょ。だからちょっと痩せたんだ。うん、だから痩せたんだね。ありがとうね。気をつけてよ。はい。